王子、ナナセ、逃げてください。あれは目の錯覚ではありません。あれはああいう存在、亡霊、化け物、妖怪などと呼ばれるもの。わかってる。あの空気感は本物だから。あの大きい胸も本物ですね。そこは問題じゃないでしょう。冗談じゃない、もうたくさん。カッパから逃げて、クロウ君から逃げて、結果うつうつとした日々を送っている。こんなものに人生を振り回されているのにも、いい加減腹が立つ。こう不条理、今夜限りで断ち切って。